います。どれでしょう。 3匹だけ残っているのでそれも入れます。美味しそう。ごきげんよう、山口あゆきです。今日は、知り合いの奥様からいただいたきゅうりで、きゅうりのきゅうちゃんを作ろうかなと思います。あやきクッキング久々です。ということで、きゅうりを紹介したいと思います。でん、いや、こんな感じやったらあんまりわからないと思いますけど、早く持ってみますね。ビリーン。なんじゃこれ。めっちゃでっかいキュウルです。わかりますか。画角に入らんぐらいでっかいキュウリです。これはヘチマではないですよ、キュウリですよ。でか。このでかでかキュウリでキュウリのキュウちゃんを作りたいと思います。まあ、全部使ったらちょっと大量になっちゃうから、いろんな調理法で楽しみたいと思います。ありがとうございます。イエーイ。じゃんじゃかじゃん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 じゃかじゃん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 じゃかじゃん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 。歯の咲いてる、かわいい。よし、それでは切っていきたいと思います。ゆでっか。6センチぐらいって書いてたけど、どれぐらい？ 6 センチってどれぐらいなの？このぐらい？します。このぐらいでしょ、だいたい。うわ、でかでかすぎ。ちょっと薄く切ろうか。それでかすぎよ。ちょっと薄めにいきます。結局ちょっと薄め。え、薄め、薄めって言ってもこんなにでっかいねんけど。これめっちゃぶっといやん。ぶっといやつはもうちょっと細くします。これを絞ります。お、いたの出てきた。絞ります。絞ります。砂糖大さじ3。これは中さじですけどね。大体で。大さじ3やったらもうちょっとか。ちょっと入れとこうか。醤油。大さじ3。1、2、3。こんぐらいでしょ。もうちょっとか。また後で味見ます。めんつゆ入れた。めんつゆ、めんつゆちょぼちょぼちょぼって。天才的に美味しいんだけど。で、タラの爪、生姜、生姜ちょっと多いような気もせんでもないけど、いいでしょう。一人
残り。ちょっとキュウリでかすぎた事件。いい感じになってきました。これで一回きゅうりを揚げて、あの汁を煮詰めてもう一回煮て終わりです。美味しそう。今ここから揚げました。ちょっと揚げて汁をちょっと煮詰めたいと思います。鶏ガラを入れます。分量です。山田家の料理は目分量です。もうちょっとだけ酢入れます。簡単です。オッケー。ちょっともうちょっとだけ入れるわ。味はちょっと濃いめにした方が美味しいみたいです。そらで、ここに3匹だけ残ってるのでそれも入れます。キョリーチャンネル登録よろしくね。あ、衛生的に良くないですけど、まあ、大丈夫でしょう。はいはいはい。簡単簡単酢でできるし、簡単酢、簡単キュウリ。じゃあ明日食べれる。 OK。おはようございます。朝です。朝というかまあ昼です。昨日きゅうりのきゅうちゃんを作りまして、完成しました。冷蔵庫で、冷やして置いときました。ちょっといかんせんね、きゅうりがすごくありがたいことに大きかったんですけど、ちょっと大丈夫かなっていうちょっと不安な部分はあったんですけど、なんか頑張って作ってみました。それでは出来上がったきゅうりのきゅうちゃんがこちらです。じゃーん。チュンチュンチュクチュンチュンチュンチュクチュン、ほっ、チュンチュンチュクチュン。生姜も入っておいしそうでしょ。それではいただきます。いや昨日はね、ちょうど知人の和歌山のね、知り合いの方のご自宅に遊びに行かせていただいたんですけど、もうすごい豪邸でしかも周り自然でもう最高でしたね。でいっぱいね、ごちそうにもなって、本当にありがとうございました。最高でした。また遊びに行ってもいいですか。YouTube 通して伝えるという、まあ、この YouTube 見てくださってるんで、ね、さあじゃあ行きます。きゅうりのきゅうちゃん、まあいい感じにできたんではないかなと思います。いただきます。うん、おいしい。てかあやきの腕がいい。辛い。生姜に。まああやきの腕がいいのか、このきゅうりがおいしいのかっていうところだと思うんですけど、まあきゅうりがいいんでしょう。結構目分量でバーって入れましたけど、めっちゃ簡単。醤油とめんつゆと鶏ガラと砂糖、塩、生姜で味付けしました。いやでもお砂糖結構多めに入れたから、それがちょっといい味を出してるのかもしれんけど。米が欲しくなるわ。うん、やっぱ翌日には水分が抜けてめちゃくちゃ美味しくなってました。冷たく冷やして、皆さんもこの夏乗り切ってください。まだ夏ではないけど、レシピは参考にならないと思うので、まあだいたい好きな味付けにしてください。とりあえず醤油と砂糖と簡単酢もや、簡単酢あればもうできます。生姜とぜひ作ってみてはいかがでしょうか。では見てくれて今日もありがとうございます。きゅうりのきゅうちゃん作る動画でした。バイバイ。